クウェートで発見された、新艦と撃発装置が外された状態の RGD-5RGD-5 は、ソビート連邦で開発された、対人破片手榴弾である。RGD-5 手榴弾は、1954年に、ソビート連邦軍によって採用された。現在でもロシア連邦のほか、旧東側諸国やアラブ諸国で広く生産、使用されている。 ロシアで生産されている他、ブルガリア、中国、グルジアなどがコピー生産している。RGD-5 及びそのコピーシリーズは長年にわたり、また無数に製造されてきた。RGD-5 の価格は一つあたり 5US ドル程度とされており、紛争地などでは安価な手榴弾として大量に使用されている。現在では旧式化しており、 近代的手榴弾のように、暗いサット規格の防弾直旗を貫通することはできないものの、依然として安価かつ効果的な武器として使用され、続けている。アーチ N は RGD-5 をもとに設計された訓練用手榴弾で、区別のために白いマーキングが施されている。RGD-5 は、卵型の外形を持つライナー付きの破片手り弾で、アメリカの有名な パイナップル型のような表面の刻みはないが、縦方向中央に横方向の山が設けられている。表面は、艶消し加工が施されており、緑ないし、オリーブドラブで塗装されることが多い。重量は新刊を取り付けた状態で 310g である。作薬は 110g の TNT で、爆発すると、およそ350個の破片をばらまく。地主半径は2 5ルである。 平均的な男性が使用した場合、RDG-5 の動的距離はおよそ35から45メートル程度とされている。理想的な条件で炸裂した場合、半径25メートル以内の人間を殺傷し、また半径3メートル以内の人間を確実に死亡させる。通常、RGD-5 は3.2から4秒の遅延新刊であるザーム新刊を使用する。ザームは、 RG-41、r g 四4 2海一など多くのロシア製手榴弾で使われた新艦で着火した瞬間に大きな音がすることがある。このほか、改良型ザームやより近代的な DVM-78 新艦を用いると支援時間を0から13秒の範囲で自由に設定することができる。これらの新艦は ブービートラップの発火装置としても使用される。AK-47 の銃口に取り付けられたカップ式敵弾発射器 AK-47 自動小銃には少数生産に終わったスープ缶型のカップ式敵弾発射器があり、これを用いると RGD-5 手榴弾を小銃敵弾として発射することができる。まず RGD-5 を発射器に入れ、 安全ピンを抜く。それから薬室に専用の空砲を装填し、地面に重傷を押し付けて発射する。この発射器を用いた際の最大有効射程は150メートル程度だったとされる。ありがとうございます。